様々な腹菌類、ラ菌類は、端子菌類のうち、特に下記定義に示すような特徴を備えた種類の故障である。現在、菌類の分類上において、正式、確実的な用語ではないが、一般的な傘や膝を備えたキノコ類とかなり異なった特徴を示す、菌類群を便宜的にまとめた故障と言える。 一般的な端子菌はいわゆる傘を持ったキノコであるが、それらの共通の特徴は、端子胞子を小実体の表面に作ることにある。これに対して、小実体の内側に端子胞子を作り、キノコが成熟すると外に放出するのが腹菌類である。そのため、一般的なキノコのイメージとは大きく離れたものが多い。赤鉱色と黄色系がある三個丈主に2種類のタイプに、 分類される特徴として、卵のような金みの中で形ができて、その中からキノコが出てくる。卵の中身は透明のゼリーが詰まっておりこれが成長する元になる。さらに成長が進むとキノコの頭頂部から粘液にまみれた胞子と共に強い周期を出すようになる。しかし、すべてが悪臭というわけではなく、姉妹犬の絵筆のように方向を発する種類もある。 この匂いがハエをおびき寄せ粘液を運んでもらう。この粘液こそ、キノコの胞子でありハエを媒介者として利用するために、臭い匂いを出しているのだと思われる。有名なキノコとしては、スッポンタケやキヌガサタケ、キツネのエフデ、サンコタケ、イカタケなどがある。これらのキノコは、非常に珍しい種類もあって、絶滅寸前種に指定されているものも多い。こちらは、 前者とは全くタイプが違うが同じ腹菌類に分類される。多くは丸い形をしている。成長が進むに従ってその丸い部分が膨れてゆき、中に胞子がたくさん詰まってくる。そして、最終的にはその胞子をホコリのように噴出する。このタイプのキノコは山で踏むと煙が出るキノコとして有名であり、食べられるタイプが結構ある。有名なキノコとしては、鬼スベや、 土栗、農竹、口紅竹などがある。食べられると言っても若いうちだけでありンが出るようになったらもはや食べることはできない。前者、後者ともに、胞子はグレバと呼ばれる粘液の中に入っているが、後者は成熟するにつれて粘性を失い乾燥した埃状となる。他にも、蛇大ゴケや玉弾き竹などは、胞子の入った袋を外へ飛ばすようになっている。木の笠竹などは、 前者の中では珍しく食べることができ、中華料理では超高級食材の一つとして数えられる。スッポンタケも同様に食用となるが、グレバに悪臭があるのでよく洗い流してから調理する。その子実体の形の得意さから、端子菌類を分類するとき、サビ菌などを除けば、まず普通のキノコ類とハラ菌類に分け、ハラ菌工とするのが通例であった。しかし、現在では、 分子系統学の発展に伴い、このグループは多系統であり、いくつかのキノコのグループと近縁のものが含まれていることが判明した。例としては、小路はヌメリー口族と近縁であることが判明して、イグチ目に返入されている。中には、通常のキノコ類からハラキに栄光しつつあると考えられる、セコテオイド菌類と呼ばれる一群も発見されている。しかし、外見で、 区別するのは便利な軍であり、今後も使われることはあるものと思われる。ありがとうございます。